見つかったみたいだな。おい坊主、お前はここに隠れていろ。俺は下に火星に行ってくる。いやだ、怖いよ。おじさんもここにいて。おいおい男だろ、情けない顔するな。だってパパもママも帰ってきてくれなかった。俺は必ず戻ってくる。お前を一人にはしない。だから信じて待ってるんだ。いいな。分かった。はい、オッケーです。これで、全ていただきました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れさん、成宮ちゃん。お疲れ様です、小栗さん。今日の収録調子良かったじゃん。ヘンリー役が板についてきたね。いえいえ、自分は小栗さんの演技に引っ張ってもらってるだけですよ。嬉しいこと言ってくれるじゃん。小栗さん、お疲れ様です。キララちゃん、お疲れさん。すみません、私今日とちってばっかりでご迷惑おかけしちゃいました。気にしない気にしない、キララちゃんはよく頑張ってたって。ちょっと小栗、あなたいい加減なこと言わないでちょうだい。くれや。今日のは明らかにこの子のチェック不足でしょ。甘やかすのはやめて。そんな。おいおい、クレア、若い子いじめんじゃねえぞ。あなたこそ、こんな年下の子にデレデレしてないで、主役として締めるところは締めてくれないと。なんだと。まあまあ、お二人ともその辺で。私はもう帰ります。あなた、食事はどうするの。俺は今日は遅くなるから先に寝てろ。わかったわ。すみません、私のせいでクレハさん怒らせてしまって。いや、あれはあいつが性格ブスなだけだって。キララちゃんは悪くない。それよりキララちゃん、今日空いてたらご飯行かない。え、小栗さん予定があるんじゃ。帰る気ないだけ。ほんと結婚なんてするもんじゃないね。で、どう、キララちゃん。ごめんなさい、すっごく行きたいんですけど今日は予定があるんです。あちゃー、残念。またぜひ誘ってください。お先に失礼します。成宮ちゃんはご飯どう。私も今日はちょっと悲しい。あ、大栗さん、成宮さん、お疲れ様。お疲れ様です、村岡さん。お疲れ様です。あれだね、二人ともだいぶ形になってきてるからこの調子でよろしくね。ありがとうございます。このゴーストオーダーね、結構ね、あっちで人気あるみたいなんで続きそうなんだよね。へえ、いいっすね。村岡さん、ちょっといいですか。どうした。さっきの小栗さんと成宮さんのシーンに、なんか誰かの声が入ってて、一応確認してもらえますか。声。収録中でしょ、誰も喋んないって。そのくらい消せるだろう、消しといてよ。はあ、まあ消せますけど。あの、それ聞かせてもらっていいですか。気になっちゃって。声ね、誰だろう。村岡さん、いいですか。ああ、任せたわ。俺はちょっと用があるから今日はもう帰るからな。え、SE のチェックまだじゃなかったですか。やっといて、信頼してるぞ。またそういう。お疲れ様です。お疲れさん。小栗さんも成宮さんもお疲れ様。じゃあこちらへどうぞ。相変わらず村岡さんは緩いな。でもベテランの音響監督さんなんですよね。長く勤めてりゃ誰でもベテランって呼ばれるっつうか、そんな感じ。はあ。じゃあ再生しますね。おい坊主、お前はここに隠れていろ。俺は下に火星に行ってくる。いやだ、怖いよ。おじさんもここにいて。確かになんか入ってるな。これ、私たちの声消して音量上げられません？いけるかな。ちょっと待ってください。これで聞こえるかな。
隠し場所見つけた。今のって誰の声でもないよな。そうですよね。消しますね。消しちゃって大丈夫なの？もし幽霊とかだったら呪われちゃうかも。なりみやちゃんってば素直だね。ねえねえ、これってニトベ君のドッキリなんでしょ？わざわざこんな音源作っちゃって凝り性だな君は。ま、ちょっとは楽しかったかな。あ、いえ。じゃ、俺はお先に失礼するよ。お疲れ様です。お疲れ様です。ドッキリなんですか？そんな、まさか。これガチですよ。だよね。どうします？このまま使えないし、消すしかないですよ。呪われないといいですね。怖いこと言わないでくださいよ。キララちゃん、待った？村岡さん、大声で名前呼ばないでください。いや、ごめんごめん。せっかくの並走デートが台無しだもんね。そうですよ。いい子にしてないとチュッチュしてあげませんからね。はい。それで次回作の役も決めてくれたら、もっといいことしてあげるんだけどな。決めちゃう決めちゃう。だから早くイチャイチャできるとこ行こ、キララちゃん。ただいまっと。マロン、いい子にしてたか？よし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 、マロンは今日も可愛いな。今飯出してやるからちょっと待ってろよ。慌てんなって。ほれ、さて俺も飯にするかね。俺、ニトベタケヤはスタジオビレッジに勤める下っ端のミキサーだ。うちの会社の持ちスタジオは練馬区にある古い民家を改造したもので、今は海外ドラマをメインに扱っている。今日収録したのはゴーストオーダーという作品で、幽霊を軍事利用しようとする悪の組織と幽霊を浄化する力を持った少年との戦いを描いたパニックアクションだ。はあ、なんか今日は疲れたな。確実にあれのせいだよな。隠し事見つけた。鳥肌立ってきた。成宮さんが変なこと言うからだよな。ああ、成宮さん可愛かったな。あんな近くで話したのは初めてだし、なんかいい匂いしたし。ん？どうした、アマロン？まだ残ってるぞ。何うなってんだ。押し入れにネズミでもいるのか。誰？隠し事。隠し事？隠し事ある？ない。いい子。レンジが…いない？今の…成宮さんと聞いた…あの声…幽霊が出た？成宮さん、しー、こんなの噂になったら困りますから。ごめん。それって先週のあの声の？そうだと思います。声が一緒だったし。何か喋ったの？隠し事あるって聞かれて、俺が返事する前にない、いい子って。怖っ。隠し事ってのがなんだかわかんないけど、悪い子だったらどうなってたんだろう。俺、セレ
念潔白でよかった。自分で言う？おい、ニトベ、収録始まるぞ。あ、すみません。じゃあ。うん、また何かあったら。あなたの力は、私たちには、邪魔なのですわ。僕の力？くそ、逃げろ、ヘンリー！お母様、ヘンリーをいじめないで！私のお友達なの。エミリアちゃんのお願いでもね、これだけは聞けないのよ。お仕事なんですもの。はい、オッケーです。今ので、お、すべていただきました。お疲れ様でした。クレハさん、今日のお芝居すごい迫力でした。ありがとう。本当に怖かったです。私あんなの絶対できないです。プロなんだから、どんな役でもこなして当然でしょう。それは、私ももっと年取ったらクレハさんみたいになりたいですけど。ちょっとそうそう、キララちゃんはまだ若いんだから、クレハみたいな豊島の役はできなくていいの。そんな豊島だなんて、クレハさんはまだお若くてお綺麗です。本当にくだらない女ね、あなたは。私は失礼するわ。あんな言い方ひどい。あ、キララちゃん泣かないで。あいつは君が可愛いから嫉妬してるだけだって。ほぐりさん、ほら、今日は送ってくよ。一緒に帰ろう。はい。キララちゃんとホーテル、久々だな。クレハがいじめてくれたおかげってのが、あいつにとっちゃ尺な話だろうけど。ねえ。誰だ？ねえ、開けて。戸棚の中に、誰かいるのか？くそ、ホテルでドッキリとか笑えねえよ。おい。隠し事ある？なんだお前は。見つけた。はぁ？隠し事見つけた。悪い子は後ろ。オグリさん、というわけで、先週ダミアン役のオグリさんがお亡くなりになりました。今代役を選定中ですが、とりあえず今週は抜きで収録になりますので。なあ、オグリさんが発見されたホテルってラブホだろ？浮気ってこと？クレハさんかわいそう。遅れてすいません。え、クレハさん、今日お休みされるって話じゃ。マネージャーが間違って連絡したようですわ。私は仕事に穴を開けるつもりはありません。そうですか。うん、わかりました。エミリアはお母さんと一緒に行かなくてよかったの？うん、私はもう閉じ込められるのは嫌。お母さんのことは好きだけど、あの場所は嫌い。エミリアのお母さんはどうして？お母さんはあいつらに利用されるだけ。ストップストップ、キララちゃん。すみません。このシーン後にするから、ちょっとキララちゃんは休憩して。はい。はい、これ飲んで落ち着いて。成宮さん、ありがとうございます。小栗さんのことショックだよね。はい、お世話になってましたし。お世話ねえ。クレハさん、ホテルにまで行く仲だったんですもの、ショックでしょうよ。え、クレハさん、
あなたがオグリを殺したの？違います、私は何も。警察もそう言っていたわ、自殺だろうって。あの人がそんなことするわけないのに。じゃあどうしてあの人は死んだのかしら。ねえ、どうして。私は知りません。浮気のことくらい知っていたわよ。それでも私は。クレハさん、そろそろブースに。わかりました、今行きますわ。はい。私、お手洗いに。何が。小栗さんの浮気相手、キララちゃんだったみたいなの。それで。ああ、やっぱり。こっちでも噂になってました。ねえ、小栗さんって自殺じゃなくて、この前の幽霊に殺されたんじゃないのかな。僕も、そうなんじゃないかって思ってて。だから、成宮さんが危ないんじゃって。隠し事って、私、あるのかな？心当たりないけど。じゃあ、大丈夫だと思うけど。え？あ、キララさん？トイレの天井に知らない女の子が。それって、髪が長くて、赤いワンピースの？そう。お祓いだ？はい、ここ幽霊が出るみたいで。お前な、幽霊なんて気のせいだって。小栗さんのことでみんなナーバスになってんだろ。俺、収録始めるぞ。はい。じゃあさっきのシーンから、成宮さん、キララちゃん、いいですか。はい、はい。エミリアはお母さんと一緒に行かなくてよかったの？うん、私はもう閉じ込められるのは嫌。お母さんのことは好きだけど、あの場所は。隠し事見つけた。え？悪い子はお仕置き。キララちゃん、どうしたの？キララちゃん、どうした？嘘、死んで。キララちゃん、目を開けて、キララちゃん！はい、はい、わかりました。はぁ、収録中止か。まあそうなるよな、人が二人も死んだんだもんな。隠し事か。誰だ。はい、もしもし。あ、ニトベくん。成宮さん。うん、ごめん、村岡さんから連絡先聞いちゃった。今いいかな。あ、全然大丈夫です。何かありました？うん、実は私、あれからあの幽霊について調べてて。え、狙われたらどうするんですか？狙われるかもしれないから逃げる方法はないかとか、やっぱり気になっちゃってて。まあ結局来てないんだけどさ。それでいろいろ分かったことがあって。分かったこと？うん、あのスタジオ、民家を改造してるじゃない。それで住んでた人について調べてみたんだけど、女の子が一人行方不明になってるらしいの。行方不明？母親がね、離婚して神経症にかかってたみたいで、子供を虐待してたんだって。それである日、女の子はいなくなっちゃったって話で。それって、母親は神隠しだって言ってたみたい。警察は疑って調べたけど、遺体が見つからなくて、そのまま。神隠し、隠し事、
ネットの情報だから当てになるかわかんないんだけど、その時の証言にね、隠し事をするような悪い子だから神隠しにあったんだっていうのがあって、うわ、確定ですね、それでしょ。そこまではわかったんだけど、そこからどうしていいかわからなくて。やっぱりお祓いとか。それもだけど、女の子の未練って何なんだろうって思って。ニトベ君はどう思う？女の子の隠し事ってのが何なのかにもよりますけど、やっぱり遺体が見つかってないってのが気になるかな。ねえニトベ君、これから出られない？一緒にスタジオに行ってみよう。成宮さん、マジっすか。よく近づこうと思いますね。だって収録なくなったの悔しいし、小栗さんとキララちゃんのためにも何かできることがあればしたいんだもん。失礼します。こんにちは。うん、やっぱ誰もいないな。ニトベか。村岡さん、電気もつけないで何やってんですか。なあニトベ、俺なんか悪いことしたかな。は？俺なりに頑張ってきたつもりだったのに、なんでこんな。キララちゃん。別に村岡さんのせいってわけじゃ。俺はどうしたらいい？キララちゃんのために何をしたらいいんだ。あなたがやるべきことは、収録を再開してこの作品を世に出すことよ。クレアさん。失礼、入り口が開いていたので勝手に入らせてもらったわ。構いませんが。村岡さん、あなたにお願いがあって参りましたの。お願いですか？どうかこの作品を完成させてください。でもスタッフどころかキャストまで降板したいって役者が何人も。私が説得します、してみせます。クレハさん、どうしてそこまで。あの人のオグリの最後の出演作なんです。どうかここで終わらせないで、あの人の芝居を、声を届けてあげてください。最後の出演作。あ、そうか、そうですね、あなたの言う通りだ。オグリとキララさんのために私たちができることは、素晴らしい作品を作ることだわ。一人でも多くの人に見てもらえるように。わかりました、やりましょう。おいニトベ、俺は関係者に頭下げに行ってくるから、ここは任せたぞ。鍵は預ける。はい。私もマネージャーを通して事務所を回ってみます。成宮さん、あなたはもちろん大丈夫よね。はい、ぜひ出演したいです。そう、よかったわ。じゃあ、またね。クレハさんってすごい人ですね。うん、尊敬する。よし、ちゃんと再会するためにももうあんなことが起きないようにしなきゃ。そうですね。女の子が隠されているとしたら、やっぱりこのスタジオ内のどこかだよね。警察が見つけられなかったってことは、庭に埋まってるとかはないですよね、さすがに。隠し扉とか地下とかそういう系かな。ああ、実は俺ちょっと心当たりがあるんです。え？こっち。多分この辺り元キッチンかなって感じなんですけど、どこだったかな。ここだ。うん、
ここだな。何か違うの？微妙に足音の反響が違うんですよ。ここだけ素材が違うとかなのかと思ってたんですけど。全然わかんない。足音違う？はい。キッチンってことは食材の貯蔵庫とか？それから俺と成宮さんはホームセンターで道具を買ってきて床板を剥がした。そこには鉄製の貯蔵庫らしい空間があったが、そこは中ほどまで土で埋められていた。怪しいね。俺掘ってみます。ここまで来たら見つけてあげたいですし。ニトベ君。見つけました。私警察に電話するね。はい。ずっと気づいてあげられなくてごめんね。遺体も見つけたし、お祓いもしてもらったし、これで成仏してくれたかな。結局彼女の母親が言ってた隠し事って何だったんでしょうね。お母さんに隠すこと、離婚したって書いてあったし、お父さんのこととか。まあ考えても仕方ないよ。そうですね。そうだ、あのね、私ニトベ君に言いたいことがあって。何ですか？私たち付き合わない？え、付き、ええ、前からね、真剣に仕事してるとことかいいなって思ってたんだけど、今回いろいろあってなんか好きかもって。吊り橋効果とかあるかもだけどね。え、俺なんかで いいんですか？ニトベ君がいいの。それってホッケーってこと？あ、はい。俺も成宮さんのこと可愛いなって思ってたし。やった！じゃあこれからよろしくね。じゃあね、また連絡するね。じゃあまた。これ夢？一体夢じゃない。成宮さんが俺の彼女？あんな可愛いファンもいっぱいいる人気声優の。マジかよ。よろしくね。ちょっと何やれ、かわ。仕事もなくなりそうでどうしようかと思ったけど、村岡さんとクレハさん頑張ってくれてるし、成宮さんのために俺も頑張らないとだな。あ、でもやっぱ声優も彼氏とかは内緒にしてた方がいいんだよな。成宮さん男性ファンも多いしな。これは誰にもバレないようにしないとだな。デートは変装で、いっそ俺の部屋に来てもらうとか。むしろ一緒に住む。隠し事見